はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、久しぶりにトミカルビンテッドヴィンテージの今回はね、どちらもねダットさんですね。まずこの上の方が、はい、ダットさんトラックの1300デラックスブリヂストン。まあ僕ねこれ楽しみにしてたんですが、ブリヂストン仕様のねダットさんになりますね。結構こう古いんかな、デザイン的には。でもう一つの方がね、こちらが英語表記になりますが、ダットさんトラック北米仕様ですね。ちょっと後ろのねここの部分が何でしょう、これなんか寝れるようになってるのかな、キャンピングカーみたいな感じなんですかね、これ。まあそんな感じの車両になってますね。これも素敵そうですよね。まあそんな感じで今回はね2台のねダットさんのねリミテッドヴィンテージ見ていきましょう。さあではね、まずはこちらから、はい、ブリヂストンの方からね行ってみたいと思います。まあパッとパッケージ見ておきますが、今回は型番は LV の195の A ですね。でスケールはおなじみ64/1ですね。で箱の上の部分、こちらにはね体質表示、そしてこれ右後ろからの写真載ってるんですけども、付属のタイヤは好みに応じて荷台に乗せてくださいということで、ね、タイヤもちゃんと付いてるというね今知りました。こういったアイテム本当嬉しいですね。で箱のね他の面はざっくりとねこんな感じになってます。さあさあそれではね楽しんでいきましょう。よいしょ。ではではどんな感じになっているんでしょうか。よかった、お来ましたよ。ではここの隙間にまずこうタイヤが入ってますね、タイヤね。でミニカーの方ですが、はい、お素敵だ。じゃあまずこちらからちょっとじっくりと見ましょうか。さあさあそれではね見ていきます。まずね、はい、フロントの革の部分こんな感じになってますね。まずねグリルのところですね、はい、こんな感じで、これはねシルバーの塗装ですね、ギンギラギンです。でヘッドライトはねこれ4灯あるのかな、きっちりとこうクリアパーツがねはめ込まれてますね、綺麗ですね。でナンバーは特に記載はなくて白色の塗装で、バンパーはシルバーメッキと。でここのレンズはオレンジの塗装が入ってますね。でフロントの窓のところは枠はシルバーの塗装で、あとワイパーもシルバーでね描かれてますね。でボディのこのデザインですが、ボンネットね、ここねいいね、この V 字型っていうのをこんな感じのねデザインですね。赤とオレンジのツートーンカラーですね。ルーフは真っ赤ですね。で側面ね横から見てみると、はい、こんな感じで、まずねドアの部分には大きくねこれ BS のね文字書いてあります。これブリヂストンのロゴになるんですかね。で後ろのね荷台のところ先見ましょうか。はい、こちらにはねブリヂストンラジアルタイヤ RD のね文字が書かれてますね。で前のところ、ここちょっとね文字ね細かいと思います。ちょっと光のね当たる角度で見えにくいかもしれません。これぐらいが見やすいですかね。ここね細かい文字書いてます。で本当にちょっと目視で確認することできないんで、こちょっとこちら動画の編集時に拡大して確認したいと思いますが、ちゃんと書いてあるんでしょうかね。結構細かい字ですよね。でホイールね、タイヤはねこんな感じのデザインになってて、シルバーメッキですね、美しいですね。で後ろテールの部分ですが、と、はい、こちらはですねタイヤサービスのね文字が書かれてます。ここは大きいんですが、あと左下ですね、ここは多分最大積載量だと思いますね。ここも後でね大きくして確認したいと思います。まあちゃんと書かれてるっぽいですね。で右下こちらもまた文字が細かいんで、ここも大きくしてね確認してみますね。本当にちっちゃくて読めない。であとねレンズ関係、ここの辺りはねプリント塗装でデザインが再現されております。で後ろもナンバーは白の塗装仕上げですね。で反対のこちら側のね側面、はい、この面もね全体的にはねこんな感じです。後ろの部分からブリヂストンラジアルタイヤ RT のロゴで、でここがね BS のこのブリヂストンのマーク、でこういったこう細かいところですね、ここも一応後で拡大しておきましょう。文字書いてますね。で上から見てみると、はい、こんな感じになっておりまして、この荷台の形状とかも結構しっかりできております。で底の部分は、と、はい、このようになっておりますね。あ、ここにスペアタイヤがね潜んでおりました。でタイヤのパターンとかも一応ちゃんとこう刻まれてますね。でこの車両特にあのギミック、あ、サスペンションとかないですね。手転がしのみがねスムーズにできるようになってます。で、あ、忘れかけてました、タイヤね、こちらのアイテムちゃんと使わないとね。さあそれではちょっと出しましょうかね。よいしょっと、こちらはねタイヤが3本って言ってますね、3本ですね。でそれぞれ形は同じっぽいですね。とりあえず1つ大きくして見ておきましょう。はい、こんな感じです。わかりますかね。まあしっかりしたこうタイヤになってますね。パターンとかもちゃんと刻まれてますね。溝があります。で反対側はこんな感じですね。内側も、あ、ちゃんとこうなんかへこんでますね、中はね。うん、いいタイヤですね。これが3本あると、積み重ねるだけでもいいと思いますね。でちょっと車の横にね積んでみると、これだけでもまたね、これはこれで絵になるね、素晴らしいですね。
でさらにこれを荷台に積み込む。こういうのは適当になんかちょっとランダムにね積んであげると、よいしょ、ちょっとこだわっちゃいますけどもね。はい、こんな感じになります。なんかね、まあ適当ですけどいいねいいね、この感じがね、雑な感じがまたこれがいいんですよ。うん、素敵ですね。もうちょっとこうしようか、こうしましょうかね、素敵だと思います。まあということで、はい、こちらね1台目ですね、タットサントラックの1300デラックス、こちらブリヂストン仕様でした。とてもね素敵なラッピング、そして付属のタイヤはこちらも本当に素敵でした。さあそれではもう一つのタットさん見ていきましょう。さあそれではね、もう一つのね北米仕様いきたいと思います。スケールは同じく64分の1ですね。で箱ね、上の面にはこんな感じで、これねやっぱこれキャンプの車なんですよ。お好みに応じてキャンパーシェルは脱着可能ですと書いてあるんで、こちら多分これ寝床ですね。いいね、まあ、こういったね感じでちょっとキャンプしてみたいね。テントは張ったことあるんですけどね、なんかこんな感じの車でもちょっとね一泊とかしてみたいですね。うん、楽しそう。さあさあそれではね、早速開けてみていきましょうか。ではでは参ります。型はさっきのブリヂストンのやつと同じだとは思うんですけど、どうなんでしょうね。後でちょっと並べてみましょう。さあではでは、おっとどう、キャンパーが吹っ飛んだつけとこう。さあさあそれではね見ていきたいと思いますが、でも北米仕様だからやっぱね違うとこは違いますね。それはそうなんですけどもね。じゃあまず顔の部分から見ていきますね。グリルやヘッドライトは先ほどのねダットさんと同じですね。こんな感じで塗装仕上げですね。でヘッドライトはちゃんとこうクリアパーツがねついてますね。でバンパーはシルバーメッキで、ナンバーは白の塗装と。で窓のところですね、フロントガラス、ここのワイパーはこれがね北米仕様なんで、内装を見ていただくと分かるんですけど、左ハンドルになってます。それにね、ちゃんと対応して、このなんていうの、ワイパーの向きが違うんですよね。もう並べちゃいましょう。はい。国産は、こう、右から左に、こう、ブワッとなるよね。国産はグワッとね。北米は、左から右にブワッとこう、上がるようなね、形になってますね。やっぱこういったところもちゃんとね、作ってくれてるのがいいですね。で、側面ね、横から見てみると、はい、こんな感じです。まあ、特に、ね、デザインとか入ってないですね。もうボディカラーは赤のソリッドカラーですね。で、ここにちょっと細かい文字書かれてます。ここもちろん僕また読めませんので、後ほどね、編集時に拡大して確認したいと思います。で、ドアノブの塗装ですね。ここドアノブの塗装が入ってて、で、ホイールとタイヤのデザインも先ほどの車両と違いますね。こっちの方がなんか可愛くて僕は好きですね。うん、いいね、いいね、いいね。で、後ろですね。はい、ここはキャンパーがあって、でこの感じでついてるとね、この中で寝てね一泊できるんでしょうか。出てるの部分ここ大きいですね。ダットさんとね英語で大きく書かれてますね。でリアバンパーもシルバーメッキで、さっきのブリヂストンの方にはついてなかったですけど、こちらリアバンパーもねシルバーメッキ仕様になってますね。いいですね、後ろも見栄え結構しっかりしててね、かっこいいですね。で反対側の側面ですが、はい、こちら側も、はい、こうなっておりまして、まあこの面もシンプルですね。細かい文字書いてます。ここも後で大きくして確認しておきます。であと上から見てみると、はい、こうなっていて、でそこの部分はと、はい、こんな感じになってます。でこちらにもねスペアタイヤがねついてます。でこの車両はねギミックですけども、まあね先ほどもねちょっと外れましたが、この後ろのキャンパーの部分がこんな感じでね取り外しができるようになってますね。中は空洞なので特に何もないですね。こちらはね外側が白の成形色なのかな、塗装仕上げなんですかね。で内側にクリアパーツがはめられているといったね形になってます。で荷台の部分はこんな感じで、こちらは先ほどのねブリヂストンと同じですね。ただちょっと形状的に違うなと思ったのはあれですね、ブリヂストンの方はここのねこの柵って言っていいのかなね、名称詳しくわからないですけど、この部分がついてるんですが、こっちの北米仕様にはついてないですね。まあこういった違いがあります。でもう一度こうつけてみるとこんな感じ。ちなみにブリヂストンの方にこれつくのかな、ちょっとやってみましょう。幅が合わないか、やっぱりねこのね柵の分ちょっとやっぱ狭くなってるんで合わないですね。まあ、なのでこれ専用となりそうです。まあ、ということでね、はい、こちら2台目ですね。まあ素敵でしたね、こちらもね北米仕様のダットサントラックでした。
はい、ということで今回はね、トミカリミテッドヴィンテージのダットさんね、こちらがね、新しい車種ね、2種出たんでね、ちょっとね、気になったんでね、購入してみましょうか。さあ、皆様的にはこれいかがだったでしょうか。もう僕はね、もうどちらもまあ期待してた感じの車両になってますね。タイヤついてるのちょっと知らなかったんで、こっちのブリヂストンに関してはこのアイテムはちょっと嬉しいんですけども、まあデザイン的にはもう予想してた通りのデザインがね、登場しました。で、今回はね、トミカのリミテッドヴィンテージということで、やっぱね、こう作りとかね、細かく本当に車両としてね、しっかりできてます。サスペンションなどのね、ギミックはね、ないんですが、まあ、パース構成だったりとか、ほんとね、ホイールがね、しっかりね、形作られてたり、で、塗装もね、やっぱ普通のトミカよりこう厚めで、しっかりとしたね、こう仕上がりになってるんで、一層こうね、見応えのあるね、車両をね、楽しめるかな、といったミニカーになってますね。まあ、ただただこちらね、まあ、1台あたりこう2000円ちょっとするんで、まあ、お高いね、ミニカーにはなってくるんですが、まあ、対象年齢これ15歳以上なので、大人の方にはなるんですけども、気になる方いらっしゃいましたら、ぜひまあこちらね、1台手にしてみてください。なかなかのね、まあ、出来の良さというか、まあ、存在感をね、こう楽しむことができるんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。まあ、ということで、今回はね、簡単ですが、この辺りでね、終わりたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント、評価、どんどん待ちますので、よろしくお願いします。あと、Twitter やね、インスタ、そして最近ではないね、公式アカウントの方でね、そちら限定のね、動画も配信してるんで、ぜひね、お友達登録よろしくお願いします。では、今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。では、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。